貴めアマテラスああ消えてもらうトツカのツル <laughs> ツクヨミヤサカのマガタマはああ,あサスケあの連携で行くぞアマテラス,テラスサスケわかってるはあ、ヤサカのマガタマサノ,サノこれ以上の戦闘はナンセンスだ残念だったなこれが現実だお前は弱いなぜ弱いか 足りないからだ。憎しみが。逃げて、逃げて。生にしがみつくがいい。冷静に対処すれば、どんな相手も穴が浮かぶもの。ふ <laughs> んお前から勝利を得るなど、たやすい。もういいか。俺には、やるべきことがあるのでな。お前は弱いのではない。意志がないのだ。お前は俺の手の内にいる。元より勝ち目などない。これくらいでいいだろう。俺は、 お前をずっと愛している仲間を忘れるなお前は弱い俺を倒したくば恨め憎め無限の恐怖を教えてやるせめて苦しまずに葬ってやる俺はお前をずっと愛しているお前は弱い仲間を忘れるなわからないのかお前は決して完璧ではない諦めろ万に一つも勝ち目はない諦めろ 万に一つも勝ち目はない。内ハイ地族の力。その目に焼き付けておけ。お前の目は何も見えていない。お前の敗北。それが俺の現実だ。せめて苦しまずに葬ってやる。万華鏡の闇に沈め。芸術家の最後だ。せめて華々しく散らせてやる。オロチマル。お前のいかなる策も、この目には通じない。俺を倒したくば、恨め。 憎めこれ以上の戦闘は無意味カカシさんあなたの負けだ真実はまだ闇の中にあるいつの日かお前の目にもシス水今回の勝負は俺がいただくこれが力の差だお前は万華鏡の幻惑から逃げることなどできない愚かなる者よ現実の前に沈めお前はすでに俺の支中にある今は進むのみ たとえそれが修羅の道だとしてもどんな術にも弱点となる穴がある己自身を認めてやることができない奴は失敗する自らの力を過信し子に執着した結果だお前はもう失敗したんだお前を変えられるのはもう俺じゃない俺にはやるべきことがある邪魔をしないでもらおうか <laughs> 今ならどんな敵も仕留められそうだな。お前にも見えるはずだ。この先にある惨めな敗北が。他かになった者が、皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が、他かになるんだ。サスケはお前に任せる。援護は俺がやる。お前は戦いに集中しろ。この場のお前は、ただの邪魔な存在に過ぎない。なぜそこまで弟にこだわるあいつは抜け人だろう。先ほどお前は、 サスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもし、そのサスケが木の葉を裏切り、藤を襲ってきたらどうする。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。俺の死に様か。再現してみろ。お前は、俺には勝てない。<laughs> なるほどな。ああ甘いな。カトン合格アマテラス <laughs> これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな。サスケ、これがなければやられていたな。ここからが本番だ。<laughs> 気づいていたか内葉まだらだ。この葉がくれ、創設者の一人。俺の相棒であり、死であり、不滅の男。今度は、俺の切り札を見せてやろう。これが俺の切り札。 サノだ。終わりだ。邪魔だ。うせろ。夜るな。離れれば安心だと思ったが、距離を取ったつもりか。浅はかだな。逃がさん。素早いな。だが、これはどうするサスケ。<laughs> それで終わりか。サスケ。しぶとい。もう、後がないぞ。オロチマルの山田の術か。<laughs> <laughs> 出るものが出たな <laughs> 仕上げだサスケこれでお前の目は俺のものだ諦めろお前の負けだ逃げ場はない俺の目だもう終わりだサスケお前は俺が何をやっても無駄だ俺に傷を与えることはできないもう終わりだ俺の目だ <laughs> <laughs> お前は弱い。まったく、仕方のない奴だな。愚かなる弟よ。恨め。憎め。許せ、サスケ。また今度だ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。人は誰もが、己の知識や認識に頼り、縛られ生きている。それを、現実という名で呼んでな。しかし、知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は、 幻かもしれないいいマダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだお前は、お前のその目は、何一つ真実を捉えていない。お前は、何も見えていない。これで終わりだ。サスケ。ここまで追い詰められるとはな。俺はまだ倒れぬ。俺を普通の忍びと侮っていたな。渦巻きなると、強くなったな。ふ <laughs> 思い通りにことが運べばいいがな。大した気概だ。だが、お前の目では何も捉えることはできない。お前の目は、何も見えていない。久しぶりだな、サスケ。サスケやはり、お前は弱いな。つくよみ。サスケはお前に任せる。お前なら、弟を止められる。許せ。サスケ、これで。 最後だ。お前にその力を渡しておく。もう行く。これから、大事な用があるんでな。前世紀に戻ったか。俺の手で、か。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。他かになった者が、皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が、他かになるんだ。仲間を忘れるな。生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、 それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。目的は、奴に江戸天聖を解除させることだ。やりすぎるなよ。あの時より相当腕を上げたようだな、サスケ。大した回復力だな。俺に任せておけ。奴を同術にはめる。<laughs> 悠長に話している暇などないよ <laughs> サスケ <laughs> 光と音そして振動で動きを止める術か <laughs> お前の行動パターンは分かったこれからは俺が操る奴の運命を握る究極の道術イザナミだサスケ俺から離れるな内葉の本当の力を知らないお前が今何を語っても無意味だこちらも仕掛けている だがもう少し時間がかかる。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘が上手い。それにな、里がどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺はこの葉のち配達だ。焦ることはない。ここから巻き返す。勝敗はほぼ決した。お前の負けだ。カブト。サスケ言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これより、イザナミに入る。 お前の運命は、すでに俺に握られた。それを成す、ち派の金術。それが、イザナミだサスケ俺から離れるなお前は、俺の同術にはまった。わからないのかお前は決して、完璧ではない。奴は、このループから逃れることはできない。運命を決める術。これがイザナミだ。俺の道にも、ようやく、終わりが見えた。 父さん、母さん、あの時、たもとを分かった道も、これで。己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今のカブトのように。そして、かつての俺のようにな。確かに、カブトのやっていることは間違っている。だが、こいつだけを責めるのも間違いだ。カブトには、俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。お前がこれからどうなろうと、俺は、お前をずっと愛している。